ケント・ウィリアム・ハドリは、アメリカ合衆国ダホ州ポカテロ出身のプロ野球選手。1956年にデトロイト・タイガースと契約するが、メジャー昇格のないまま1957年11月20日に、カンザスシティアスレチックスに、トレード移籍。アスレチックスで1958年9月14日に、メジャーデビュー。 1959年は113試合に出場するものの、同年12月11日にニューヨークヤンキースにトレード移籍1960年は55試合と出場機会が減少し、1961年はシカゴホワイトソックスに移籍するものの、ホワイトソックスではメジャーでの出場機会がなかった。1962年に日本プロ野球の 南海ホークスに入団。メジャー経験もある打者として期待された。同年5月1日の対西鉄戦でいきなり、NPB での初打席本塁打を放った。その後も、自慢の長打力を発揮し、1963年には打率、295、30本塁打、84打点の成績を残し、この年のオールスターゲームにも選ばれている。 翌年からも2年連続で、本塁打を29本放ち、ケンちゃんの愛称で南海の主力として活躍した。1967年に対談。特に1966年の日本シリーズでは、南海の1勝3敗で迎えた第5戦で、延長14回表に巨人に勝ち越しを許すものの、その裏に、ハドリが逆転さよならにランホームランを放ち、 南海が一死を報いて意地を見せた。本人も日本を去る際問われて日本で一番記憶に残るプレーにこのホームランを挙げた。なおハドリは1964年の日本シリーズ第4戦でもサヨナラホームランを放っており日本シリーズで2本のサヨナラホームランはシリーズ記録である。帰国後はアイダホ州ポカテロで 損害保険会社ファームビューローミューチュアルインシュアランス、カンパニー・オブ・アイダホの重役となり、日本から記者が取材に行くと、地元の新聞社が駆けつけるほどであった。2005年3月10日に、生まれ故郷である、アイダホ州にて70歳で死去。ありがとうございます。